Thank you.
you must be wondering what my problem is today. Well, I'd love to explain it to you, but it's a bit complicated. The cause of that problem is right here. You see, I don't know where it came from. With an eye mark. I'm really quite thirsty. It's been a long time since I had a cup of good, clean water. You might be thirsty too. After all, it's hard to find good, clean water in this country anymore. But maybe today just one sip, it'll be okay. ダメでしょ。飲んじゃダメ。分かってるでしょ。You know, when I was a little boy, there was a glass of water.Exactly like this, just like this, on the kitchen table. My mother would put it there in the morning, right before breakfast. There was a glass of water, and yes, Chicago! Chicago. 同じものじゃないはず。そうじゃない。同じものだ。
ミスだよね。小学校校舎は白くてボロくてグラウンドがくっついてる。路面店も並んでて車も多い。それが5階から見えるのね。1階から3階まで、これはホテル。まあね、あの高級絨毯、まあ、赤いカーペット敷いてあるんだけど、場所はね、確か東池袋か表参道で、5階に住むことになったの。まあその5階なんだけど、まあ、去年までねエルモアっていう女の人住んでたんですよ。まあね、彼女、まあ、どういう人か説明すると、外国人、あのね、確かこう東南アジア系は東南アジア系らしいんだけど、まあ、顔立ちはこう鼻筋こうシュッと取って、で黒髪こう長くて、まあ、緑色のドレスいつも着てたので、そのエルモア去年飛び降りたらしいんだけどね。でね、でそういうことで、これ出るんですよ、幽霊、おばあちゃん、魑魅魍魎。あのね、私ね、なんていうの、この類、あの、都市伝説。これ、あるじゃない、この、フリーメイソン、イミナルティ、あ、あとはこの、あの、リカちゃん人形。三本足のリカちゃん人形とか、この手の話は大好きなの。まあ、階段もいいよ、階段。ね、こう、おばて系の話はもう好きなんだけど、でも、実際のこれ、これだけはもう、ごめん、こう向きたいわけ。いや、だってさ、ね、嫌でしょ、あの実際のこう幽霊たち、幽霊を奪ってその類、ほらもうあいつらさ、こうあれじゃない、足がない、足ないのよあいつら。で速いでしょ、足ないのに。だからさ困るのよね。てか怖いのよ、もうね、こうエロマ、まあお化けエロマは来るの私のとこに。ほら、例えば人影、こう、まあ人がね、こう通ったなって思うのよ。で行ってみると誰もいない。あとはね、なんつうの、この部屋、私の部屋こう探すんだけど見つかんないのね。あれどこ行ったのこの私の部屋って、こう探すんだけど、表札入れ替えられてたり、あとは水回り、お風呂、トイレ、誰もいないのにこう水音ザーって聞こえるのよ。でまあね、こう蛇口閉めれば水止まるんだけど、なんかね、こう人の気配なんかするなって。でもあいにくの方にはこう金縛り状態なの。毎日こうあるでしょ、この耳がキュンキュンってなってこうビリビリってく感じ、こうガーってなるのね。で、まあ、そのエルモアなんだけど、ある種のシンクロニシティあるじゃない、こうね、いやなんで死んじゃったのかなとかさ、何辛いことあったのかなとかこう考えちゃうわけ。まあそれでね、まあ、だんだんこう私もね、めいってくるわけ。
こうね、ぐるぐるってこう気持ちが。いや私もね、まあいいんじゃない、飛び降りても5階から。いや5階、いや5階ってどう、ちょっと待ってって思ったの。どう5階高さ的な意味で。いや1階2階3階これホテル、これは問題ね、 OK で屋上ってのを考えてみる。屋上はまあ私何階まであるかって知らないんだけど、まあ屋上から落ちる、これはいいわよ、ともう飛べるコンプリート、大丈夫、コッパ短い。でも5階、いや5階ね、5階、1階2階3階あって4階5階、どうなのかなと思って、こう中途半端でね。ある日目覚ますと犬には友達が、で友達がまた別の友達を連れてきてる。で私聞いたのよ、いやこの人誰って。でそしたら友達が、彼女はエルモアです、彼女はアーティストなのってとこで目が覚めたの。あのねあのねエルモア、エルモアって名前分かる？あのねちょっと待ってね、あのあれはあれ、あのエリエールとか、エリエール、あのティッシュペーパードエルトペーパー、その類。いや実際にエルモアっていう名前があるのよ、エルモア売ってるから、売ってるのよスーパーに。あのね、いやあのあれじゃない、エルモアってこう響きがねすごい無国籍でクールだと思ったの、起きた時によっしゃと思ったのこの夢。でもこうトイレに置いてあるわけエルモア、あー畜生と思って、もう何なのよ私の無意識、ここでネーミングセンス発揮なのって。もうあとねあのツーリングしてたの私、リバーサイドね。でまあこういい景色だなと思って行ってみると、古代生物、あのねなんていうの、まあ、3メーターかける5メーターぐらい、まあ、そんなのがこうヤギと羊とあれ多分ねラクダこう混じった感じの白い生き物、まあ、毛がねこうモップなんだけど、もうモップだからこう触りたいわけ。でもこう触ろうとしたらこう手を噛まれそうになってやばいなと思ったので、やばいから逃げたの、ビューってこう数十メートルぐらいね。で、まあ、その先なんかあったわけ、まあそれカフェ、まあ、広いカフェ、あのねこう窓がでかくてオープンテラスって感じのカフェね。でそこにこう人がわんさかいるんだけど、確かね女の人が多かったの。こうつけまつげ、これあれじゃない、これバシバシってやってて、メイクも濃くて毛皮のコート着ちゃうようなセレブのお姉さんたちがドヤ顔しながらこうキャキャワーワー言ってるわけで、私も格好確認したのよ、いやセレブだからこう大丈夫かなと思って。でそしたらこれ見て、これこのね猫 T シャツ、これスイマーの猫 T シャツ、このキッキーって書いてるやつはパジャマ、私のパジャマなわけ、夢の中でパジャマを着ている。いや夢の中でパジャマってどういうこと、何これ、小学生の夢じゃないんだから。私はもうちょっとクールになろうかと思って。幸せですか？まあ幸せかどうかって言われたらあんまり幸せじゃないでしょ。じゃないのよ、そうじゃないが、仕事、そう仕事、まさに仕事。仕事は何やってるんですか？説明できないんだけど、あるじゃない、ホテル。ああ、ホテル関係。そう、ホテル関係。ホスピタリティなんてそんなね、可愛いもんじゃない。じゃあ何をやってるの？あのね、こうまず行くのね。行く。まず行く。何し？いや、ちょっとダイレクトなんだけど、あのね、刺してこう、デリバリー、それで刺してほしい。ピッツァ？いや、ピザじゃないのよ。寿司でもない。じゃあ何を？デンジャーなのよ。デンジャーなのが私。あ、分かった？ちょっと分からない。まあピザとお寿司と私同じ扱い。ああ。うん。で、デリバリー。そう、デリバリー。ホテル。ホテルに私デリバリー。そういうこと。分かりました。分かったよかった、こうダイレクトに言わなくて。まあホテドルって言うんだけど、これ大変だ、大変なの、すっごい大変、はい、
うん、あれ仕事は僕、うん、僕はシャブシャブシャブって覚醒剤覚醒剤いやちょっと待って私よりデンジャーでしょ覚醒剤ちょっと私よりねヤバいって見るの初めて、うん、覚醒剤冗談冗談あ冗談なんだなんだ私もちょっと期待してたのよあれにこうね危ないからあれじゃあ何車売ってるあ車なんだ、うん、ね普通の営業じゃんねまあ普通だねまあ、うん、まあそんなもんだと思ったよ結局、うん、車乗ってますか、まあ、あ私ね乗れないんだよあそうですか、うん、運転できるお父さんはまあお父さんは乗れる車お父さん、うん、お父さんの車メーカーはありますかあのねこう丸くて銀色丸くて銀色銀色そうわかるかなまあ匂いは匂いはあのこう四角い感じじゃなくてあのちょっとこうくどいのくどいのくどいの匂いがじゃあ分かった分かったよかったやっとここまで来てよかったでもねできればお母さんの話聞きたかったいやもう、ね、さっきの回でお父さんが車運転できないってとこまで聞いたんでお母さんの話が聞きたかったな、誰結構あれなのこの人甘い匂いとかあるじゃない甘い匂い甘い匂いそうそうそう甘い匂いね甘いのとなんか辛いのと諦めないで諦めないでじゃあベンズでしょベンズ違う今言うタイミング言うタイミング残して向け下がるから誰社会起業家あっかっこいいかっこいい今ちょっと流行ってる感じ社会起業家何の話だっけとりあえず車のエンジンで車、ね、でも私まあ乗ベンツじゃないベンツじゃなくてまあベンツマジで他の本当あれだよベンツなんて興味ないベンツないんじゃない私は興味ないかなベンツよりも社会企業家って言ったよあのねちょっと興味出てきたよね社会企業家どんなことやってんだろうな何やってんだろうな儲かることな何を言いたいんですか何を聞きたいんですか何を言いたいんですか何を聞きたいの別に何も聞きたくないいや痛そうな顔してる。その胸が痛そうな顔してる。船？うん。船が。船好きですか？そう。あ、実は簡単に言うと、いいことしてるんですよ。人に対して言うと。で、あー、すごいね。いいことっていうのはこれね、ボランティアで使って儲かるんですよ。本当に真の良いことっていうのは。もう逃げないのよ、儲かる外に。で、特にうちの場合はこれ、まあ、アメリカまで。円で稼いで、ドルで計上してるんで、これがね、西よりも東がいい。じゃあ、ニューヨーク。あ、ニューヨークいいね。ニューヨークは絶対行きたい。え、聞いてます？すっごいいいこと言ってた。すごい。人生ディープ。人生ディープ。ディープ、ディープ。How to live? How to live? じゃあ、はい、はい。じゃあどうぞ。あれ、英語わかんないからね。なんか打ってるでしょ。打ってるでしょ。打ってる。社会起業家。社会貢献家。はい、はい、はい。じゃあ、あとは。また、もう、はい、ね、巻きたいでしょ、巻きたいでしょ。はい、はい、まあ、ちょっと。教えてあげる。最近の思いついたビジネスモデル。でニューヨークっていうのね、エイジング例えば、うん、何化粧品エイジングそれは多分アンチエイジングでしょ化粧品まあ ね, ここねそう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 いうやつ若い人もとってね、うん、そう私もそうそう大事なやつ、うん、25過ぎたら大事だよエイジング大事なのよさあどうぞうんエイジングですエイジングあまり流行らない噛んだね今ね噛んだね大事なところ噛んじゃったね、うん、流行る流行らないはやってみないと分かんないんだけど要は皆さんの死のお手伝いをするまあ、至ってシンプルなビジネスモデルなんですよ分かった、うん、分かった分かった飲み込み早いね、まあ、なんか黒いいけるでしょうどうもえいや、あまりダメそれよりもニューヨークだ、ニューヨークニューヨークの話がしたいのマンハッタン、とりあえずマンハッタンちょっとじゃあね、最後にごめん聞きたいことあるんだ一つだけ聞かせてくれあのね、こうブルックリン、今八王子だと思うブルックリンは違う、ブルックリン島だブルックリンと八王子は結構似てるよ似てないみたいな八王子から八王子から京島だって京島に行こうよ成平橋に戻ったよ、それはえ、何成平橋だん成平橋ね聞きたいことなの何歳ぐらいまで行きたいあ、私ね、100年100年100年決めたそう、こっきりね100年ねこっきり100年93歳と7ヶ月かなあと6年と5ヶ月ってなんで足りないのかなちょっと肌のツヤじゃないかなあのちょっとアンチエイジング始まっちゃったみたいなアンチエイジングアンチかもしれないアンチのアンチないんでしょいやいいよ入ってきて君の番で入ってきなあ？5？ 5ね5
間まだよね。500年。500はね、ちょっとクレイジーな数字だと思うな。500年間になるんですか。そうだね。お酒飲みたいですね。いや、お酒じゃね、お酒じゃ潰れない。ベール、ワイン、ウイスキー。真っ黄色になっちゃう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 。いや、それだけじゃないけど。まあ、そう、うん、もう一つ大事なこと。マリオカート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 って今言った。マリオカート。マリオカートそれないからね。はい。マリオカート分かるでしょ。分かる。いや、分かるよ。分かる。マリオカート楽しいでしょ。楽しい。楽しいのも知ってる。マリオカート楽しい。最終回にしていいと思った。すっごい、ごめん、すっごい知ってる。本当の前いいかい。ここに座れないんだけど。ここに座れ。え、取り出して、そして俺に謝れ。マリオカート。今マリオカート知らない。おい、多分ショコラカートの種類。違う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 。マリオカート知らない。ありえない。ありえない。マリオって誰？みんなつくな。マリオ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 。そう、ゲーム、そう、ゲーム、そう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 。あの先生と生徒の、いや違う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 、全然違う。キノコ。キノコ。どうぞ。キノコ。キノコ。なんか車、車で、あの対戦してる。キノコ、車対戦。まず分かんない。まだ何人想定ですか。だめ、二人のこの想像力っていうか、表現力が欲しい。これですね、これ。イメージできない。これだから。できない。なんかこう、どうしよう、どうしよう、これで世界を何ですかって。じゃあ、こうやってね、この後時間ありますか。で、世界を見て。ありますか、じゃあ。できないんですけど。ありますか。じゃあ、僕の家に来てください。いいの。一緒にマリオカート。いいんじゃない。今会ったばっかじゃん。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。マリオカートは仲良くなれる。そう。そう。マリオカート。あ、あらちゃん。あらちゃん。パスタ。パスタ。パスタ好きですか。さっき見たから、目の前でバシッと戦えたんだよ。スパゲッティ男として入れ替えだろ。あらね、DV だよ。スパゲッティ AV 何それ。間違えたよ。ピッツァ。ドメスティック。分かった、ピザ。そう、ベジタリアン。そう、ベジタリアン。マリオカート。ベジタリアン。イタリア料理。あれってね、少しぐらいエロあるから。オッケー、オッケー。7時ぐらいで大丈夫ですか。いいんじゃない。オッケー、おごるよ。あ、怒りますか。二人の熱に打たれた。もうね、80年前がそんなに頑張ってない。何度も何度も。あ、よかった。ずーっと同じで何も言えない。いや、それ受けた。そうだよ、分かったよ。やっぱりここはラッパーシューですよ。はい、お父さん。彼は、マリオカートには興味ないかもしれないけど。なんで。行田市出身だから。行田出身。行田のパラサイトなんだ。パラサイトちょっと古いよね。いいんだけど、パラサイト。行田のパラサイト、しかも市議会に立候補した。あら、立候補したんだけど、あと50票落ちた。残念。50票、50票、たったの。かなり陰性したんだけど、そう。ねねねねねねって、立候補する前に、これ彼女、彼女、これ本に貼ったって言ってるんだけど、私ともフライターみたいかなって言ったんだけど、それはないな。もうお姉さん買うの。いや、どうどう。サイトはお金がないから、ダメ。逆にならない。あ、そう。あれ？ダメ。なんか引いちゃったね。いやね、私こう見えて実はすっごい打たれ弱いんですよ。打たれ弱いんで、ついなんかボールが来ると打ち返しちゃうんですよ。もうね、長いこと打ち返しても、横からもう上から下から右から左から全部打ち返してるから。で、気づいたらね、周りの人誰もいないんですよ。人もいないし、物もないし、気配もない。おかしいなぁと、私の人生そんなだったかなぁと思うんですけどね。まあそうやって打ち返して、打ち返して、長いこと。
Thank you.
あれどこまで話しましたっけ。あ、そう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 、あれですよ、小学校1年生の時の夏休みの話ですね。そうだそうだ、あれは僕とうちの母親、あと親友と親友の母親、あと小学校6年生の先輩2人、この2人だった。そう、その人たちで焼肉をしようって話になったんですね。焼肉で場所どうしようかって話になったんですよ。まああんま遠いとこ行きたくねえなって言った話してて、それで、そう、うちの畑でやろうってことだったんですね。うちの母親は、まあ、今でも畑をやっておりまして、まあ、その場所でやったんですけども、まあ当日、まあ、肉を持ってくる人がいたりだとか、あとはそうそうジュースとかね、魚介類とか持ってくる人、あとはこうビール、お酒ですよ。まあ残念ながらその時は小学生だったんで飲めなかったんですけども、そうそうそう、あのあれ、野菜です、野菜です。野菜はうちの畑から取ったんですよ。確かナスとピーマンだったかな。まあそんなもん、夏野菜ですよ。こう洗って切って焼いたわけです。でまあこう炭を焚いて具材を乗っけるわけですね。まだかなー、まだかなー、もうお腹ペコペコなんですよ。あーまだかなー、まだかなー。それではしばらくするうちに、これお、これ、どうにかそろそろ食べられるんじゃないの、あっおいしいって言って、もうすっごいおいしかったんですよ、その焼肉が。で、こうどんどんバクバク食べられてるんです。で、大人たちももうお酒飲んでるんで、もういい気分なんですよ、酔っ払っちゃって。それでもうこんな感じだって、もうぐでぐでだったりとかする人もいて、でもこう楽しい感じですよ。でそうしてるうちにポツポツポツ、あれなんか降ってきたかな。まあまだ大丈夫、まだ大丈夫で、まだお食べ始めないです。違う、おしもし、じゃあおしもし、この肉どこの肉だい、この魚介はどこのだい。まあスーパーで買ったんですけど、あの、でまあこうやって食べてないですよ。でまたそこしばらくしてですね、ポツ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 、ああれ降ってきたかな。うん、まだ大丈夫、まだ大丈夫。でそうしてるうちに本当にザーって来たんですよ。ザーって、もうどうしよう、やべやべって言って、うん、カッパとかないんで、どうしようどうしようって言って、そうスーパーのビニール袋、スーパーのビニール袋買ってたんですね。それをこう裂いて、こうかぶるんですよ。ザーって言って、あー大丈夫大丈夫、これ大丈夫大丈夫って言って食べるわけですよ、その状態で。でも所詮スーパーのビニール袋ですよ。もう服とかびちゃびちゃなんですね。でも食べるんですよ、ザーって。あーうまい、うまい、まだ大丈夫よって言って。でもそうしたら今度下、土なんですよ、畑なんで。その水たまりが出て、こう土が跳ね返るんですね、雨の勢いで。で、足とか泥だらけになっちゃって、もうなんだか分からないですよ。もう肉食ってんだから、もうあれに濡れて泥だらけだったら、もう何か分からないと分からない。もう美味しい美味しい、ザーッとろとろザーッとろとろ、もう肉食ってたから泥食ってたから水食ってたから分かんない状態で、もういやそういえばさっき話したと思うんですけど、まあ、うちの母親、畑が好きなんですね。で、よく、まあ、それで畑さんを取ってくるわけですよ。で、もう僕が物心ついた時にはもうやってましたね。まあ、果物とかも作ったらハーブ、まあ、今もやってるんですけど、
で、まあ、僕はその畑もあんま好きじゃないんですよ、実際。だって夏になれば草なんかバーッて入るわけですよ。買っても買っても1週間ぐらい経てばもうバーッて入るわけです。もうそんなね、なってダメじゃないですか、実際。うん、まあ、その育てるのも興味なかったですしね。そんなある日、まあ、うちの母親が、まあ、畑行ったきり帰ってこなかったんですよ。まあそれも真夏でして、なかなか帰ってこなくて、6時、7時、8時、9時になっても帰ってこなかったんですよ。で、僕心配になっちゃって車で迎え行ったんですね。で、お母さん、お母さんって呼んだんですよ。そうしたら全く返事がないです。で、もしお母さんって言ったら、なんか奥の方でガサ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 って動いたんですよ。お母さんって言ったら、あずっとその時間まで草むしろしたんですよ。こうやってずっとこうやって、あの四つん這いやってこうやって草むしろしたんですよ。あ、そう、僕の病気はあの母親の遺伝なんですよ。で、うちの母親も家でこう四つん這いになって動いてるんですけど、まあその状態で、まあ、ずっと草むしろしたわけですね。ちょっと待ってください。ちょっと、これ切れって言われてるんですよ、血垂らせて。心配したじゃないか、もしかしたら熱中症で倒れてるかと思ってやった。すごい心配したんだって。なんでこんな時間までやってるのと言ったら、いやもう少し終わるからさ言われて、いやもう少しじゃないと、もう周りみんないないじゃん、にこんな時間までやってる人いないよ。だってお母さんあれでしょ、他の人からなんて言われてるって言われてるでしょ。なんか、容赦ない体で畑なんかしてって言われてでしょ。いや、だって畑好きなんだもんって言われたら、まあ、そうだろうけどさみたいな。でも、こんな時間本当にやってる人いないから、だって周りから見たらあれだよ、野菜泥棒に思われるよ。できません。まあそれで、もう理解して帰ろうって言って話したんだけど、まだもうちょっとやるって言って、じゃああれ、ケン、そこの草むしりやってくれよって、逆になんか言われて、やだよって、もう遅いと明日やればいいじゃんなんて言って、じゃあナス取ってくれよって、ナス取らねえよって早く帰ろうよって、もう顔とかすげえさって言って、でも全然なかなか帰ってこなくて、帰らなくて、もうどうしたもんか。でも帰るのいい加減に、でもそんな体でいやどうすんの。
はい、それでは、選手の皆さんからさせていただきます、本田由美さんです。ありがとうございました。